新たな未来を見つめ豊かな社会を作ります。最新技術への積極的な取り組みで多様なニーズに応えます。 YES! ものづくり。今回は測量をはじめ設計・ソフト開発を行う長野市の ABDO をご紹介します。ABDO の取り組みの一つに、より使いやすさを求めたマップソフトの作成があります。デフォルメされるとそこにある情報っていうのは非常に知りたい情報を分かりやすく伝えるために工夫されてますので情報は伝わってくるんですけども、まあ、欠損するのはやはり位置情報としての正確さ、もしくはここから次の場所までどのくらいかかるのかな、どのくらい距離があるのかなみたいなのは把握しづらいという欠点があります。みんなが使えるようにブラウザーだけスマートフォンのブラウザーだけで使えるようにしまして、現在地が分かるイラストでもいう地図をユーザーに提供しています。須坂市の地域づくりに役立てようとする地図ソフト開発が行われています。この日 ABDO のスタッフと須坂市中央地域づくり推進委員会とのミーティングが行われました。ソフトの使い方が説明され、それに対しての要望が出されました。私も移住してきたものなんで、須坂の道の分かりにくさっていうのはすごく感じてまして歴史看板っていうのを各所で立ててあるんですよ、はい、それはこれで見てすぐ分かるんですよ。ただ我々のこの地図って広さ無限なんですよ。本当載せたいものを何でも入れれます。地域が地域を活性化するっていう位置づけの中で、まあ、そういうやつもいくらでも盛れると思います。イエス。